ちは。先ほど長いライブ配信ありがとうございました。宮の森昼ご飯行ってまいりました。今日はですね、尾道ラーメン食べに行きました。前々から気になってお店だったんですけどもね、やっと行くことができましてね、今日行きました。お昼ラーメン久々、尾道ラーメンね、なかなかカップラーメンかなんかで食べたことあるんですけど、店の中で尾道ラーメンですって言われて、出されて食べたこと初めてだったんですけど、非常に美味しいラーメンでした。非常に美味しかったですね。まあ、なかなかああいうなんか、本当に基礎みたいな、ラーメンの基礎みたいな、まあ、そういったラーメンにこう出会うこともなかなかないんですけども、県外のラーメンでもね、ああいう美味しいラーメンがあるということで、今回まあ再認識しましたね。尾道ラーメン美味しいなと、また来たいなと思います。結構私たちが帰る頃になってから結構ね、時間帯としてちょっと早く行ったので、まあ後からちょっといろいろな方が入ってきて、まあ、学生さんがね、なんか500円で食べれるということでね、すごい店主の方、お店の方がすごい配慮してくれて、学生の方も多分ね、来るんでしょうね、多分休みの日とかね。非常に優しいお店だなと思いました。はい。また来たいですね。多分うちの息子ども食べれるんじゃないかな。まあ、他にもね、ランチということで、なんかシューマイとか、なんかいろいろこうつけていただきましてね、本当に美味しかったなと思いますね。うちの奥さんもね、一緒にいましたけども、美味しいって言ってましたからね。よかったですね。また来たいと思います。ごちそうさまでした。